Hello， 大家好，我是 Mina。提提大家，睇影片之前记得揿 CC 开启字幕啊！打麻雀咧喺香港就系一种娱乐，但系喺日本除咗系娱乐之外，仲可以系一种职业。今日我哋就好荣幸邀请到职业嘅竞技麻雀师穗原明奈小姐同我哋做访问。Yo, let's go， 我哋介绍吗？你介绍吗？大家好，我系水原明奈。私は日本の東京に住んでいて、麻雀プロをしています。早稲田大学を卒業して結婚をして今子供が2人います。女の子と男の子です。よろしくお願いします。麻雀プロのお仕事は麻雀の試合をしながら麻雀というゲームを普及させていくお仕事です。私は今 M リーグという麻雀のプロリーグの中で U-NEXT パイレーツというチームに所属して戦っています。 M リーグは8チームに分かれて企業と麻雀プロが契約を結んで、全部で100試合ぐらいを1年のうちに戦う、そして優勝を決めるっていうリーグ戦なんですけれども、コンセプトとしては麻雀を知的ゲームとして、一つの頭脳スポーツとして広げていこうというコンセプトのもとに行われていて、全試合ネットテレビで配信されていて、たくさんの方に視聴していただいているコンテンツです。 M リーグは視聴者数もとても多いので、その分反響がやっぱり大きいことは一つやりがいになっています。うまくいって成功をして、勝ってですね、試合に勝ってこう盛り上がるのもそうですし、失敗をした時はそれだけまたこうネガティブな反応も多くはなるんですけれども、それだけ興味関心を持っていただいてるっていうのは戦う上で緊張感にもつながりますし、それが楽しいと思ってやっています。麻雀プロになったきっかけは、私の場合はテレビでその麻雀プロが試合をしているのを見かけて、その時は麻雀全然知らなかったんですけど、ルールやこう中身は知らずに見ていたんですけれども、なんとなくこう惹かれたというか、こう麻雀牌の見た目だったりとか、こうゲームをする中で聞こえる音だったりとかにすごくこう興味を持って、でゲームの内容もどういうゲームなんだろうと思って見ているうちにどん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 好きになって、私もその立場になって真剣に麻雀で戦ってみたいなっていうのが一番大きな、プロになろうと思った理由ですね。麻雀のプレイスタイルとしては、麻雀というのは本当に幅が広いゲームですので、打つ選手によってスタイルは様々なんですけど、私はこう攻撃型っていう表現をされることが多いです。こう安全に慎重にというよりかは、どちらかというと大胆な選択をすることが多いかなと思っています。印象に残っている試合は本当にたくさんあるんですけれども、一番直近ですと、M リーグの、2021シーズンのレギュラーシーズン最終戦で、MVP をかけた試合をしたんですね。でそれで試合の内容というよりかは、その時の戦っていた気持ちというか、そういうのがとても印象的で、多分一生忘れない試合の一つになったなという試合がありました。はい。麻雀プロのお仕事の収入源といたしましては、いろんな形がありまして、先ほどお話ししたみたいにその企業からのお給料だったりとか、あとは大会に優勝しての賞金だったりとか、あとは麻雀教室 の、 講師としてのお仕事だったり、麻雀大会がいろんなところで開かれているんですけれども、そういうところに呼んでいただいてのゲストという形だったりとか、そういう本当にいろんなパターンの仕事があって、それぞれで収入を得ているという形です。麻雀のタイトル戦の賞金に関しては、本当にそのタイトルによって様々です。対局料だったりタイトル戦の賞金だけで生活できるかと言われると、それはとても難しいのが現状かなと思いますね。やっぱり麻雀というゲームは強ければもう全戦全勝できるというようなゲーム性ではないので、強い人でも
年間で勝てる試合は限られていて、なのでそれだけで生活はちょっと難しいかなと思います。麻雀をする上で の、まあ、これをやったら運が下がるとか、これをやったら勝てるっていうジンクスだとか、そういうのはあんまりないですね。私はないんですけど、ただ選手によってはそういうのをすごい大事にしている、あの日本語で言うと験を担ぐとか言うんですけど、そういうことをしている人はとても多いです。本当にそういう因果関係があるかはわからないんですけど、やってる人は多いですね。例えば試合の前はこの料理を食べるとか、試合の日はこの下着を着るとか、そういうことを決めている人もいます。やはり男性選手の活躍の方がトッププロの中では多いかなとは思うんですけれども、女性選手もどんどん強い人が増えてきていて、比率も多くなっていますし、きっと10年後20年後にはトッププロの、日本で一番強いトッププロたちの中に女性も複数名入ってくるんじゃないかなと思っています。なので女性も活躍できると思っています。はい、最近はまあ、芸能人の方も麻雀を楽しんでくださっていて、それをこう公言してくださっている方が多くて、特にこう若くて可愛い女の子 あのアイドルの方とかも麻雀が好きって言ってくださっている方が多くて、そういうのは麻雀のこうイメージ向上にすごく力になっていると思うので、感謝している気持ちはとても大きいですね。麻雀に打つ人の性格は反映されると思います。関係があると思います。なんかその、まあ、我慢強いとかそういう意味でもそうなんですけど、こう細かいところの選択の傾向がこうなんだろう、意図的にそうではなくても自然とやっぱり性格は出てくるんじゃないかなと。さっき私は自分のプレースタイルが攻撃によってるっていう話をしたんですけれども、それも私は多分ちょっとこうどちらかというと気が強い方の性格かなともともと思っていたので、関係あるんじゃないかなと思っています。こう悪い人が運が悪いっていうことに関してはちょっとわからないです。基本的に私の麻雀に対してのこう考え方としては、こう論理的根拠だったり数字的根拠だったり科学的根拠に基づいて思考をして選択をするようにしているので、こう悪い人だから運が悪くて勝てないっていうことに関しては、だからいい人であろうとかっていうのはあまり思ってないです。はい、小さい子どもでも最近こう麻雀を楽しんでいる子たちは増えてきていて、それはこう麻雀を純粋な知的ゲームとしてこう楽しんでくれていることだっていうことだと思うので嬉しいなと思っています。自分の子どもたちも興味を持ってくれたらいつでも教えたいなって思っています。やっぱりこう考える力が身につくいいゲームだと思うので、子どもの成長にもいい影響があると私は思っているんですが、今のところあんまり興味は持ってくれてないのでまだ教えてないです。はい、今は麻雀のお仕事しかしていないです。麻雀にそのお仕事の種類というかいろんなお仕事があるんですけど、全て麻雀関連のお仕事ですね。今後の活動についてはそうですね、私は今個人で YouTube チャンネルを開設して始めたばかりのところなんですけれども、やっぱり YouTube だとこう全世界から見ていただけるっていうのは一つ強みかなと思っていて、麻雀アプリが流行っていることもあって、いろんな国の方が麻雀に興味を持ってくださって、実際にこうオンラインで遊んでくれてる方も多いと思うんですけれども、そういった方にこうちょっとでも興味を持っていただけるきっかけになったらなというのは一つ思っています。あとはやっぱり本業は麻雀を打つことであって、結果を残さなければいけないので、一つ大きな目標としては M リーグのチーム優勝を、一度 U-NEXT パイレーツは優勝しているんですけれども、もう一度優勝 のシャーレっていうコトトロフィーみたいなものがあるんですけども、それを持ち帰りたいなというのは大きな目標として掲げています。
プロの麻雀の間は喋、うん、ったらダメって決まってるんです。あ、そうですか。だからそう、ポンとかリーチとか、うん、そういうのは言っていいんですけど、そういうの以外は基本的に喋っちゃダメって決まってるんです。Thank you.